どうかするにダブルスを習おう。イエーイ。ということで、まさきかるさんをゲストに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変リコとのレッスンが、はい、ご好評で、あ、もう、はい、再生開始して1ヶ月以内に15万再生以上。はい、おお、素晴らしい。サムネがつけやすいんですか？はっきりしてるな。やはりそのバーッと見返して最後サムネ作るときに、はい、やはりそのテーマがしっかり、なるほど、で非常になんかアピールしやすいというか、多分皆さんもクリックしやすいなるほど思います。ということで、はい、準レギュラーです。それで決まっちゃうの再生至極しでもお役に立てればと思います、はい、よろしくお願いします、まあ、今日はダブルスということで、はいはいはい、この2人を差し置いてこうダブルスを伝えるって相当プレッシャーありますよ佐久間さん、はい、健太郎さんもダブルスの、はい、ダブルスでもトップクリアでしましたから、ね、はい、何気になんですけどストロークばっかやってたんですけど、一応ジョップのランキングシングルは3位が最高なんですけどダブルスは2位まで2位、そうですね、これ自分の中でなぜかよくわからないっていう、まあ、でも健太郎さんのマナ弟子でいらっしゃるあの内山康隆選手、はい、やっぱりダブルスもシングルスもダブルスも両方ということで、まあ、健太郎さんのダブルスの指導はお墨付きと、はい、いうことでダブルスのレッスン今日やっていきます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。テニスラウンジ、まずちょっとお伝えします。ダブルスのこの眼光陣のこの動きの中で前衛の動きっていうものが非常に大事になってくるんですよね、はい、やはりこう後ろから何かを決めるっていうのは非常にダブルスにおいては難しくてリスクの高いやはりショットを選ばなければいけなくなってしまうんですけども、はい、やはりクロスのどういうボールを選んでこう前がポイントを取ってあげるっていうことがすごく大事になって、うん、なのでちょっとお二人どのタイミングでもいいんで積極的にポイント取りに行って、はい、こうお地蔵さんにならないように常にこういけるかな、いけるかな、さあここだって言うとポイント取りに行っちゃっていいので、はい、2人は特にそこからエースを取りに行ったりとかはしない、はい、けれども動いたらもちろんストレート狙います、はい、でも積極的に2人がポイント取ることはしないので、はい、じゃあもしあまりにも動いたのが見えたらにしますね、すストレートは、はい、もうそこはもうはいっていう形で、ちょっとゲームベースドっぽくでいいですね、はい、もうゲームをやってるイメージで、はい、じゃあまずは眼光陣のこのクロスコートのラリーに前衛がどう動いてポイントを取れるかを動きでやってみてください。よっ、オーライ、ナイスショー、しょー、いいですよ、少しこのペースでいきますよ、はい、何球か、へい、へい、はい、よいしょ、よいしょ、おっ、おっ、ナイスショー、オッケー、いい動きです、よっ、よいしょ、おっ、いいクロスだ、ナイスキャッチ、おいいですね、はい、おっ、よいしょ。オッケー、ナイスショー。そしたらここから少しこうイメージを湧いていけるように、じゃあお二人ちょっと下がっててもらって、また、はいはい、二人がこうやって今後ろでこうラリーしてますよね。でその時にどこをボールが通ってるかっていうまずイメージを、はい、ちょっとこう二人でフォアハンドこう打つ真似ぐらいでいいです、真似ぐらい、その場でちょっと真似してもらって、はいはい、この辺りでこう打ってるっていうイメージと、うん、うん、普通に普通のクロスコートの位置でダブルスではこのぐらいのラリーしてるなっていうところで、ここら辺通ってます、イメージと、はい、通ってる、通ってます、はい、そしてここら辺通ってます、はい、大丈夫ですか、はい、はい、ということはボールの通り道っていうのがだいたいこの辺りを普通にクロスコートをしている場合、特に極端にアレーとかにボールがコントロールされてない場合、多分7割ぐらいのショットっていうのはここを今クロスコートで2人は通してたと思うんですね、はい、でその時にやはりこう見てもらうと横の位置ってめちゃくちゃ遠いんですよ、はいはい、ここに行こうと思うと大体一般の人ってこう行こうやめよう行こうやめよう繰り返して最後行こうとした時にスッとやられちゃうんですね、うん、でも今お二人すごい上手かったのはちゃんとこう前にこう動こうとしましたよね。これすごい大事な動きなんです。でこの前に動いた後にここまで体を飛び込ますことができるからなんです。でもラケット出したらそんな今動いてなくなかったですか、うんうん、ここの位置から前に動いて一歩大きく出せただけでもう
通ってる位置にラケットが1回来るんですね。ということは真ん中ぐらいで普通に打ってるラリーのまず7割をこの一歩で消せるっていうイメージを持ってほしいんです。なのでここに来るまでは OK です、ね、ここそうすると今度こっちにも手出せるじゃないですか。一回ここでスプリット入れることでスプリット入れてこうなると、そうするとここに手を出すと小野田プロ今度ストレートの位置ってどこら辺通さないといけないかって言ったらこのぐらい際いショットを打たないと触られないようなイメージになってくるんですね。こう起きてですよね。あそこにじゃあラリー中にショットが打てるかって言ったらそんな簡単にやっぱ打てないです。でも開けてしまえば一気に打ちやすくなるのでそれを開けない動きから飛び込もうとするやめるっていうことがどれだけできるかっていうことが大事なんですね。ですから基本的にはポーチに出るわけじゃないんです、うん、で止め胴の時ダーッと行くと、うん、もう後ろの人は動くしかない、うん、陣形変えることになっちゃいますよね、うん、それをしないでいかにプレッシャーを与えるか、うん、っていうことを繰り返せる、はい、そんなことでちょっと真ん中っていうものをどれだけ意識的に抑えられるかっていうことを、うん、じゃあ無理にこのいわゆるセンターラインをはい、自分の体がまたぐようなことはほとんどしなくてもいいってことですよね、はいはい、この陣形ではそうです、うん、取れなくてもいいんです、うん、ここにラケットが来るというとクロスコートの人たちはめちゃくちゃプレッシャーかかります、うん、だって7割通してるところ取られちゃったら、はい、もうちょっとキワクキワクってなりますよ ね、うん、ね、その時にミスが起こるんですよね。クロスもねこれ以上外側ったら結構ね結構ちょっと厳しいリスク高くなるでしょ。しかもちょっといいボールが深いボール出て、うん、そこ返すなんてちょっと無理だよね。難しいで、うん、外に行くとストレートを外側から打たれちゃう可能性があるから、はい、うん、まあ、前衛のところは気にしなきゃいけないけどもそんなにアレンのところを狙う必要はないなって、はい、ないんです、うん、ストローク打つ方もあんまり外には出したくないし、なるほど、やっぱ危険をあんまり、ね、リスクを取らないでラリーしたいところでもあるので、はい、そこをうまく止められる。ダブルスの前人って本当前衛は真ん中を止めてあげられる人なんです、ね、そうですね、これは後ろのストロークやってる人にとってはめちゃくちゃ安心材料になるんで、はい、飛び出して取れなかったら戻ればいいんです、はい、はい、ちょっとそんなことをイメージしながら、はい、はい、ここ通ってますからね、ここにこう間に入るような、じゃあ僕はこのここの延長線上を狙うような形にします。はい、はい、はいはい、お願いします。はい、お願いします。だいぶ外行っちゃったうまい、うん、そう、今完全にそのラインに入りましたね。そう OK、いいですよ。そうそう、そうやって戻ってればいいんです。そうそうそう、ナイスボレー。オーライオーライ、今角度ついてるからいいですよ。そう、さあ真ん中行くんだったらまたぐとこまで OK、 戻って大丈夫です動きが見えた。あれだけね何回も、はい、動いちゃうと見られちゃいますからね。そう、はい、はい、 OK、 OK、 はい、高橋さんもう一歩行っていいですよ。まだね、越えようか越えないかぐらい、はい、一回、はい、足をふっと越えるとこまで持ってって大丈夫ですよ。はい、よしよし、いい感じ。お、これはいいクロス。 OK、 これもいいクロス。え、プロもね、だいぶ何気にケアしてね、相当角度これよりついてます、うん、はい、結構ついてるよね。いいですよ、はい、いいですよ。はい、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 し、お、逃げてる、逃げてる足が OK、 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 はい、たくまさん今、はい、小野田プロに抜かれた原因は、はい、やっぱその足がだん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 動かなくなってきて、はい、動けてない、動けてない、行くときが行くってなってバレちゃうんですね、はい、はい、プレッシャーかけるとき毎回毎回こう同じことをやっていると、はい、はい、分からなくなるんで、じゃあ僕はもうこのラインに合わせて今からボール出します。じゃあそしたらちょっとプロ2人、はい、はい、じゃあ向こうに2人、猫ちゃんこっち来たら、はい、うん、並んでもらって、で毎回毎回2人が交互にここからあそこからボール出すんで、ここ止めるっていうで、はい、ぐるぐる回っていきましょう、はい、
飛んで一回落とした、はい、落とした方がいい、うん、いくよぐるぐる回っていきましょう。もうちょっとね後ろの方がいいかもしれない。落とした時にタイミング合わせないと多分取れない。オッケー、うん、そうですよね。もう今ちょうどあのピンクのマーカーの近辺に仕掛けてるから今まで十分取れるはずのところ。ハンドアップ厳しいからね。厳しい。はい。そう。オッケー。オッケー。おお、ちょうどピンク今。オッケー。ナイスボレー。おお、し。あれちょっと。最初のステップの位置がみんなちょっと若干高尾プロより、まあ、左すぎる。半分ぐらい外なんですよね。だからギリギリお二人は届かない。僕よりもってこと？でここなんか設定しましょうか。うん、この辺じゃない？そう。この辺が中心じゃない？うん。そこら辺にフット。うん。うんまだ一歩遅い、ね、タイミング遅いと思う、はい、そう、うん、あ打つ時にはもう動き出さなきゃいけないから行くよ。なぜかというと鈴木プロがそんなに激しい動きは実際してないんですよね。綺麗に動いてスプリットかけて届かしてる。はいはいまだここ躊躇してます、うん、はい、パッていくところを、はい、ちょっと早かったちょっと早かった、はい、そのタイミングをうまくこのボール出しでタイミング大事だね。うん、OK、OK、今ドンピシャです。ドンピシャです。タイミング大事だわこれ。いいタイミング、うん、そう行きましょう行きましょう。なんかスイープ休んじゃったんで、トム君でタイミングだねこれね。そう、うまい、うまい、ナイスボールです。あ、今いい感じ、今いい感じ、はい、このもう出だしからいい感じになるんで、ああ、流れるようにいけるようにそう、佐久間さん、いい形になりました。ここが良くなった。 OK。 おー、今うまい、うまい、はい、ラスト1回ずつ、ラスト1回ずつ、はい、トイおー、あ、でも良くなった。あと、ここのとこが良くなりましたね。この、ここからの、こう、はい、あとなんか見てるとあんまり立てなくても良くないですか？あの取れなくなると思う、はいはい、なぜかっていうと、はい、L こう入ってってあ遠いでこうだと多分取れないんですよ、はい、だからどちらかというと最初からもうで近かったら別にそんなに多分そこはリアクションで多分できるから、うん、意外とあの横から見てると思ってる以上にこの辺通ってるのに、はい、本当はこうやれば届くのにこう角度つけちゃってるからあの横を抜かれてるなっていうのが、ね、結構意外とあった。プレッシャーのかけ方ってやっぱりこうやって対峙してるじゃないですか、はい、こうやって佐久間さんとこうやって見てますよね、はい、こう正面で見ててもらっていいですか、はい、この時にこうやって動かれるよりも、はい、やっぱこうやって動かれた方が圧倒的にこう、はい、打つ距離も、はい、角度も消されちゃうっていう、はい、やっぱこうプレッシャーのかかり方が違うので、はい、どうしてもやっぱこうやって、はい、こうやってとかやってるだけじゃなくてこれだけでもだいぶやっぱり違いますよね、はい、それでいざという時にスッと、はいはい、なんかわざとこういう風に動いてくる人も中にいるじゃないですか、はい、中にはいるフェイントする人もいます、ね、逆にこうやって打つ時に、はい、まあ、うぜって思っちゃう後ろの人からするとやっぱ動きが目に入るとちょっと最後の最後でうわってなってミスヒットして、はい、やっぱサイドアウトする、はい、うん、それは望みたいですよね、はい、ここの人のプレッシャーで。そうなんです、ね、運動量じゃなくて ね自分が取りに行くことだけじゃないんですよ。相手にいかにこうミスをさせるかっていうところも、はい、動きの中でもそれは呼び込むことができるん で例えばこうストレート決められちゃったら、はい、あ決められちゃったと思うか打たせたと思うか、はい、大事なところ、例えば 4-4 のアドバンテージのところで、はい、ふっとこう動かれて、はいはい、じゃあ精度高くそのストレートもう一回いけますかっていう、はい、もう相手に問うぐらいの、はいはい、気持ちでプレッシャーかけるとすごく有効になってくると思うんですよね、はいはい、最後ちょっとフリーの状態もう何ポイントかやります。せっかくやったんで、はいはいはい、じゃあこの前のとこだけは外しますね。これだけは外して、そうですね、基本ここのピンクのライン、うん、基本ここラリーで、うん、はい、はいはい、行きましょう。いいですよ。そう、これを意識して自分なりのちょっと早いよ。見られてるよ。あれ、打たせた。ミスしたけどね。ミスしたけど早いのだけは気をつけた方がいい。うまい。ナイス。はい。
惜しい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 。オーライオーライ。今ね、まだ思い切りがちょっとね、あの腰が引けてるんですよ。今ね、ボールの通過多分ここぐらいなの。ここぐらい。だからここじゃないの。ここで今先端ってことは相当外行ってるの。はいはい。よいしょ。はい。よいしょ。前もうぶつけたくなるから。もうしょうがないしょうがない。おいい感じ、今のすごい良かった。たまたまちょっと角度がついちゃったけど、うまいうまいうまい、ナイス、いい動きでした。すごいいい動き。おうまい、そうですよね。よいしょ。さあ、佐久間さんが決めるとこまで持ってきましょう。戻れ田川さん、今選んだボールちょっとね、かなりこれぐらいあそこよりもターゲットよりも遠かったんですよ、はいはい、いい出方だったんですけど、取れなかった時はその代わり今度戻りましょうね。オッケーオッケー、まいまいまい、オッケー、ラスト、はい、さあどっちが決めるか。よいしょ。うまい、ナイス、動きだこれ、うん、ね、頑固人のパターンだから別に前に詰めて例えばロム抜かれてもチェンジすればいい話ですもんね、はい、これはね、ちょっと横にこう足を出しやすいから、はい、うん、そうするとこうやって取っちゃうとこうなるじゃんね、やっぱ、うん、だからこの最初のモメンタムちゃんとこうやって使ってった方が、うん、勢いでボールをやっぱ飛ばしていける時の方が素晴らしいと思う。意外とね、このね、思ってるけど正面向いといた方がいい、うん、意外とこの横に出るからって言って、ね、体を横向きにしちゃうと、うん、もうこ横にしか行かなくなっちゃう。あとね、向こうが対応できなくなるんで、うん、この正面向いといて横っていけないから、うん、正面向いといたらもう手が前に出るからもう止められると思う。それは本当いざという時はこっちが、そう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 、逆も、うん、こうなってますね、僕基本結構横向く、うん、こういう体勢になりやすく胸がポールの方向いてる、うん、手がもっと前に、はい、前に、こそう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 、うん、それぐらいの方がいい。だ振りかぶっちゃうと、うん、もうこの近距離で出すから当たんないですよ、うん、ね、だから正面向いてた方がやっぱパンチ力もある、うん、そうそうそう、もうこう刺しに行くぐらいのイメージで、うん、こういいのかもしれないですよ、うん、こう行こうとするともうセットアップがね、はい、結局こうだもんね、はい、こうじゃないもん、はい、テニスラウンジでは一緒に働いてくれるコーチを募集しています。俺んとこ来ないか。いや、きつかったですよね、はい、はい、自分から動くっていうのはやっぱりきつい動作ですし、はい、あ、でもやっぱ前の人がどれだけ動いてあげるかで後ろの人を大きくやっぱ救うことができるので、やっぱダブルス前人って誰と組んでもうまいんですよ、はい、なるほどね。だから、はい、前での動きがすごくしっかりとしてて、後ろ毎回ヘルプしてくれるっていうので、あそこの通り道っていうところをすごく理解しながら動けると、自分の動き方っていうの、フェイントのかけ方って全てが分かりやすくなってくるので、ちょっとこれクロスの練習しましたけども、はい、選択肢としてはストレートもあるし、次ロブも送るっていうことを考えると、前の動きの何だろう、こう重要性、重要性と、あとはこう相手を見る力っていうのが非常に必要になってくる。あとポジショニングですよね、いわゆるどこに、はい、うん、立ってたらいいかっていうのもやっぱ覚えられるようになるので、はい、積極的に前の人はこの通り道を理解しながら動きを作ってほしいなというふうに思います。わかりました、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、テニスラウンジさんは全国で58校を展開する日本最大級のテニススクールなんです。小野さん、北は北海道から南は沖縄まで、東海近畿地方を中心になんと58校、はい、会員は2万5000人を超えるということで、うん、これは日本最大級のテニスクールということなんですが、はい、まあ、僕も毎月あのテニスラウンジでレッスンしているんですけれども、まあ、これだけ広がった理由っていうのはテニスコーチのレベルがすごい高いなっていうふうに思っています。そうなんですね。テニスラウンジさんのコーチの特色としては、多くの方がですね、あの日本プロテニス協会認定コーチというですね、資格を持っていまして、まあ、だからこそ通っていただく会員さんがですね、安心して上達に向けてレッスンを受けられるということがあります。でですね、もう一個ありまして、テニスラウンジさんってその家族で通いやすい、工夫が多くされていまして、あの家族割とか家族の間でその振り替えとかを共有できたりとか、そういったその
あの、まあ、割引サービスだとか、まあ、あと通い続けやすいような、うん、あの工夫がされているのと加えてですね、あのリコジュニアからティムスクール通ってたわけじゃん、はい、通ってる時お母さん何してた？ずっと見てました私。ですよね、はい、まあ、あのテニスラウンジさんにも見るスペースもあるんですけれども、うんうん、そのジュニアのクラスと同じ時間にその送り迎えをする親御さん向けのクラスが開設されていたりだとかして、まあ、ファミリーコースっていうんですけど、そうやって、まあ、あのただのその送り迎えの時間が、まあ、自分の親御さんからすると趣味の時間になっていったりだとか、うん、まあ、そこに対してあのコース設定だとか割引プランで、まあ、家族で楽しむことができるというところが広がっていった一番の理由なのかなというふうに思っておりますよ。ということでテニスラウンジさんの詳細を概要欄に載せておきますので、お近くに校舎がある方はぜひご検討ください。